バリス式列車検知系閉塞装置は、列車の位置検知を従来の軌道回路から無線を用いたバリス検知器に変更し、従来の保安設備の欠点を解消するために、鉄道総合技術研究所が開発した、主に換算線区への導入を目的にした保安装置である。通常は、常用管理の制約から、バリス式列車検知系閉塞装置と表記されている。 コンピューターマイクロウェーブベリス、エーデットトレーンコントロールシステムの略からコンバットと称されている。日本の鉄道では様々な閉塞方式が用いられている。多くの場合、軌道回路による列車位置検知を元に動作する閉塞、保安システムとなっている。地方換算線区においても軌道回路を元にした自動閉塞は広く用いられているが、 駅間の長大な軌道回路の調整、保守に多大な手間がかかりコスト上の問題が大きい。また、レール表面の汚れやサビは列車が走行することにより磨かれ除去されるが、換算線区ではこれが十分ではなく、軌道短絡不良を起こす原因となっている。一方で、換算線区では未だに非自動閉塞も多数残っており、スタッフ閉塞やタブレット閉塞などが用いられている。 これらは保安度が自動閉塞などに比べて低いため安全性の向上が求められている。しかし、こうした全香安価に自動閉塞方式にできる方式であった特殊自動閉塞は部品の生産がすでに中止されており新規に導入することは困難な状況である。また既存の電子閉塞路線も交換部品の調達などに困難を抱え、 新たな方式を模索している状況であった。こうした事情を背景として、JR から鉄道総研に対して、軌道回路の欠点を解消し、電子閉塞の代替とできる閉塞システムの開発が依頼され、コンバットの開発が始められた。コンバットの位置検知概念コンバットでは、バリスと呼ばれる検知機の通信によって列車位置を検知する概念を図に示す。 線路脇には質問機と地上応答機を、車上には車上応答機を設置しておく。図の位置に示したように、質問機と地上応答機は線路を挟んで体になって設置されており、その間では常時通信が行われている。また別な場所に設置されている、質問機、地上応答機の体と組み合わせられており、この間をブロックと呼ぶ。ここに列車が進入してくると、 まず車体によって通信が遮られて、ブロックの在線状態は非確定に変わる。続いて、車上応答機から列車 ID が質問機に対して送信されることで、ブロックに侵入した列車が確定され、在線状態は在線に変わる。ブロック出口の質問機に対して、車上応答機が列車 ID を送信し、質問機と 地上応答機の間の通信が再開された段階で、財政状態は非財政に変わる。質問機と地上応答機の間では常に通信が行われており、これが中断すると財政状態は非確定に変わるようになっている。このため質問機、地上応答機、車上応答機のどれか一つでも故障すると、図に示したプロセスが正しく行われなくなり、ブロックの状態は、 非確定のままになる。この状態では関連する閉塞や連動の状況は不明な列車が在線しているものとして動作するのでフェールセーフな構成となっている。従来の軌道回路では列車がその区間に在線しているかどうかだけを検知することができた。これに対してコンバットでは車上応答機から列車の ID が送信されるので 自動振動制御装置のような機能を簡単に実現することができる。また、列車の進行方向も同時に検知することができる。また、ブロック内で列車が全軸脱線したとしても変速はそのままとなる。検知機のブロックが従来の軌道回路に相当しているので、基本的に質問機と地上応答機の体は従来の軌道回路境界に設置される。一方、 単線区間の上下列車交換駅では、2本の線路をまたいで質問機と地上応答機を設置して、上下列車共用にすることもでき、コストダウンを図ることができる。この場合、場内信号機と出発信号機の位置に設置することが考えられている。コンバットでは連動機能は集中方式を使用する。従来連動装置が行っていた。 信号機と分岐器の動作を互いに連動させて安全を保持する機能は線区全体の運行を管理するセンターに設置された連動集中装置が担う。また、各連動駅には連動駅装置が設置され連動集中装置との通信を行ってその駅の分岐器や信号機の制御を行う。またその駅に関連する応答機とも接続されている。 閉塞に関しても、この連動集中装置が管理している。コンバットの開発は1998年から始められた。1999年8月からは、西日本旅客鉄道加古川線、日岡、薬人間で、システムの機能試験が12月からは、北海道旅客鉄道江差し線、湯野台江差し間で、スタッフ館末端での制御機能試験と、 降設地での環境試験が行われた。また2001年8月からは、由利高原鉄道町会山陸線5本城八島間で車両基地を含む全線試験を行った。これらの試験結果から実用過剰問題ない機能が確認された。これらの結果を受けて、コンバットの閉塞方式は、軌道回路と異なる列車位置検知装置を使用した。 自動閉塞式の一部として整理され、2004年8月11日に、鉄道に関する、技術上の基準を定める省令の解釈基準が、改正されて、コンバットに関する技術が追加された。2004年12月1日に、鹿島臨海鉄道大洗い鹿島線にコンバットを、導入するプロジェクトがスタートし、システム検討を経て、大洗、常住間に施行された。 2005年10月12日にテープカットを行って、コンバットの表示機能が運用開始され、現在は本格導入に向けた検討が実施されている。国土交通省鉄道局長発、平成16年8月11日付国鉄技第56号、鉄道に関する技術上の基準を定める、省令等の解釈基準の一部改正及び解説の一部変更に、 伴う関連資料について、ありがとうございます。